い、皆さんこんにちは、ゴロニャーゴです。それでは今日も頑張っていきましょう。いというわけでですね、今日は、探索、周りの安全の確保というわけでですね、はい、探索にこれから出発しようと思うんですけども、まあ今回もですね、ただの探索で終わるわけがないですよね。いつもそうでしたからね。なんかしらモンスター出てきても、大変な目に遭う、これ分かってるんですけどもね。はい、まあ行かないと始まらないので、早速行きましょう。今回の任務は物資輸送経路の安全確保です。はーい。あれ、走れない。おお、いやー、やっぱり寒そうですね、ここは。いやー、綺麗。なんかお猿さんがいる。あ、ペンギンだ。お、新しい環境生物もいっぱいいそうですね。いっぱい捕まえよう。自由だな。岩場登りは結構得意なんです。ご存知ですか？どう？おば様はロッククライミング達人なんですよ。最初に最強国越えを成功させたのもおば様なんだとか。へえ。下がってる。そら無理でしょう。随分荒らされていますね。すごい力。流れじゃねえか、これ。おお、危ねえ。いやー、なんかいる。スバロ。このままでは輸送隊に被害が。ああ、いやー、つけましょう。いったふぅ、倒したー。セリエナに戻りましょう。はぁ、強かったー。 OK、 じゃあ戻りましょう。お、いっぱい荷物が来た。じゃあ、はい。
おお、拠点が拠点になっていく。お、兄貴。怪我はなかったか。よくやってくれた。これで本格的に調査を行える。はい。しかし驚いたよ。こんなに寒い場所があったのか。この地に何が待ち受けているかはわからない。だが今回も我々ならなせるはずだ。なせるはずだ。私はアステラに戻る。え、ジージ戻っちゃうの？向こうを開けるわけにはいかないからな。今回の調査だが、お前指揮を取る気はないか。お、俺兄貴出世だ。やめとくよ。え、やらんのかい。じいちゃんがいるんだからこのままでも問題ないだろ。それに総司令なんてやれと言われてやるもんじゃないしな。まあいい。だがここを守る者がいないと話にならん。お前は残って皆をまとめろ。了解。お、やっぱ兄貴だな。よろしく頼む。始めよう。こっちも大所帯になったし、レイギエナの調査も本格始動だ。おお。その前に顔合わせをしようか。調査班にはまだ紹介してなかったからな。まず物資補給所の担当はしっかり者の彼だ。よろしく。よろしく、しっかり者の彼。マカレンキーはこちらのばあちゃん先生に。おばあちゃん任せて。彼が交易船の管理と、そして植生研究所とのやり取りを担当してくれることになった。頑張りますよ。そしてこちらが料理長。料理長。なんとアステラの料理長のお師匠様だ。一度国に帰られていたけど、今回のために戻ってくださったんだ。すげえ。調査資源管理所は引き続き私に任せてね。もちろん加工屋もブグ屋もあるぞ。そしてなんと所長先生もこちらに。知りたいことのためならどこまでも行くんや。どこまでも行くんや。好きだな先生。みんなを守る役目を見つかった。精一杯やるよ。よろしくな。兄貴よろしく。さて、俺たちの目標ははっきりしている。レイゲーナの大軍が海を渡った原因を調査することだ。そのためには何よりもレイゲーナを探し出さないとな。第一歩として調査班は渡りの伊手地の探索を行ってくれ。探索しつつレイゲーナの痕跡を追えば手がかりが出てくるかもしれない。ただしここが見知らぬ土地だってことを忘れんなよ。無茶したら俺が怒るからな。はい、渡りの伊手地へ探索に出てみます。また探索か。私も伊手地の調査に出るわ。いろいろと気になることもあるし。お、シルバも動き出しますに。わかりました。いつも通り定期的に安全を知らせてください。よし、こんなところだな。それじゃあみんな無事戻ってこよう。渡りの伊手地に行きましょう。レイゲーナの行方が分かるかもしれません。ふう。そうやぞ。はい、というわけでですね、今回は、渡りの伊手地の探索だったんですけども、はい、まさかの次回も探索ですね。はい、次はレイギエナの、痕跡を集めに行きましょう。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。
Twitter もやってますのでフォローお願いいたします。それではバイバイ。